流星寮は日本の俳優、東京都出身、県音所属。両親は山形県の出身で、自身も生まれは山形県新城市である。2009年夏に原宿の竹下通りで美容院に行く途中でスカウトされ、2010年1月に県温に正式に所属。同年4月期のテレビドラマ、素直になれなくて、で上野樹里扮する。 水野月史の教え子役で俳優デビュー。2012年2月にスタジオライフの公演、OZ で初出演となる舞台で初主演を務める。同年3月、ライアーゲームマイナス再生マイナスで映画初出演。2013年2月から2014年2月に放送されたスーパー戦隊シリーズ第37作、充電戦隊恐竜ジャーの気流大吾、恐竜ッド役で、 テレビドラマ初主演。同作で、岩泉武志の助役も務めた。2013年8月に公開された、劇場版充電戦隊、恐竜ジャーガブリンチョ・オブ・ミュージックデ・デ映画初主演。2014年6月14日に開催された、MTV ベマジ2014に、受賞式のプレゼンターである、ゲストセレブリティとして出演。ケオンの若手俳優による、ステージ。 メンオーエヌスタイルに初回から参加している。2016年1月、幼児山本ウム2016から2017、オータムウィンターパリコレクションに出演し、パリコレクションにデビュー。翌2017年に Y-3 フォール、ウィンター2017から2018コレクションで2度目のパリコレクション出演となる。2017年、連続テレビ小説、ひよっこに出演。 同作や小さな巨人への出演で注目され、以後、アンナチュラル、昭和元禄落語ッ中、メゾンドポリスなどに出演して、2018年に配信ドラマ、コンダテラシの合法レシピ、2019年にテレビドラマ、都立推奨、令和で主演を務めた。同年7月公開のディズニーアニメーション映画、トイストーリー4では、先、ワレスプーンから生まれたおもちゃ、 大きいの声を担当した。2021年4月24日、新型コロナウイルスへの感染を公表。5月7日、回復を報告。身長は183センチメートル、血液型は A 型。趣味はサッカー、バスケットボール、特技は走り高飛び。小学校から中学校3年生までサッカーに熱中していたサッカー少年だった。また当時の 同じサッカーチームのチームメイトに、サッカー、日本女子代表選手になった岩渕マナがいた。スカウトされる前はパティシエを志望しており、将来はフランスで修行したいとも考えていた。2016年にパリコレクションに出演した際は、違う形ではあるが憧れていたフランスに来ることができて嬉しかったと述べている。テレビドラマ、ビーチボーイズのファンであり、検温に所属した理由として、 同作品主演のソリマチタカシと竹野内豊が在籍しており二人に会えるかもしれないという気持ちもあったことを挙げている。俳優初挑戦となったテレビドラマ素直になれなくてのプロデューサー中野敏幸は流星の俳優としての応用力や空気に馴染む速さを称賛しており、同ドラマで回を重ねていくうちに上手くなっていく様子を 多分役者としての勘がいいんだと思いますよと評価している。恐竜ジャーでは危険なアクションシーンでも様々な経験ができることが楽しかったと述べており、監督からスタントを使わずに流星で撮ると言われると嬉しかったという、唯一辛かった撮影として冬に水面に倒れているシーンを挙げている写真集カバーモデル。ありがとうございます。